ステップバイステップは塗り絵やシールなどを使い楽しく英語に触れることができるアクティビティです。フック船長の中に紐で2つに曲げて、次にもう一回曲げて、端っこをね。はい。旦那。今日は綱引きをして遊びます。綱引きの掛け声といえば何を思い出しますか？ Hold on tight! Don't let go! Don't let go! え、ダナは Don't let go だけど、ミキは Hold on tight! 綱引きをやってみます。 Ready? Go! 1, 2, 3! クレッチ! Go! 待って! Mickey wins!And I'm losing. あ、これがいい、これ。あー、いいね。選手が登場します。どうぞー。で、龍馬チームは、どのチーム？ルイ。ルイ。ダムいるよ、ここ。そして？と、うん、デイジー。デイジー。グラマダック。あと、ルイ、ルイ、ルイ。次。ミッキーは、まず、ミッキー。ミニー。ミニー。あとは、そして？クララベルとグーフィー。あと、プルート。クララベル、グーフィー。フルートはいません。フルートいないんだ。じゃあ最初の選手誰にしますか？グーフィー対ルイ。10秒間の間にこれでいいよ。より引っ張った方が勝ちです。レディー、これいいや。ゴー。ホードンタイ。やー、レッツゴー。ホードンタイ。ドレッツゴー。クララベル選手。ダノ選手。Ready, set, go! やめ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 。それじゃあ。それじゃあ。終了。イエーイ。でもまだね、間違いなくね。ダノ。クララベルルーズちょっと今から10秒じゃなくて9秒、5秒に変更します。我が選手はミニマウス。あなたのチームは何ですか？デイジー。じゃあミニマウス対デイジーの勝負ですよ。多分僕だと思うよ。いく、勝負。ミニーマウスルーズ。で、最後の選手はこちらはミキー。グランドマーダック。では、4回戦目になりますよ。いや、絶対勝ちたい、勝ちたい。神様、勝ちますように。5秒勝負ですよ。マウスルーズ。うちはですね、カラベをやります。ユミさん負けろ、負けろ、頑張れ。3秒勝負でしょ。次は3秒勝負。勝負。こちらはグーフィーです。グーフィー、グーフィーさんだっしょ。 I want to win! I want to win! Go! ホロタイム! Don't be go! ちょっと全然勝てないじゃないか。めっちゃ勝った。皆さん気をつけてください、これをやるときは。Louie wins! グーフィー、グーフィー。
映ってません顔が。イエーイ。本当はこうやって指でやろうかなと思ってたの、こうやって指で。いやーこれむずいよ。ゴー。これさー、あのさ、年上だからそれは勝つでしょ。ゴーゴー。ダメだよそれ。で、今日はこの紐を使ってわかんないタグオブウォーゲームをやりました。危ないのでちょっとやるときは気をつけた方がいいと思います。広いとか庭とかあったらそこでやった方がいいです。みんなも綱引きで家族のみんなとか友達を誘ってやってみてね。 Thank you for watching! バイ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 。よろしくお願いします。